エコール・サントラル・パリは、フランスの工学、技術系エリート養成のための公立の高等教育機関で、グランテ・タブリスマンとフランズ・エコールにくくられる。正式名称は、エコール・サントロール・デアーツ・イ・マニア・ファクチャース。在学生及び卒業生は、サントラリアンと呼ばれている。入学選抜試験は長南間で、エコール・ポリテクニーク、国立土木学校。 パリ国立高等工業学校とともに理工学、技術系のトップクラスに位置する。特に企業との結びつきが強い。エコールセントラルパリ、パリ中央学校、パリ中央工芸学校などとも呼ばれる。当初はエコールサントラルパリ1校であったが、現在は拡大し、エコールサントラルはフランス国内にパリ、リヨン、ディール、なんとマルセイユの5校あり、 エコール・サントラルグループとなっており、エコール・サントラル・パリはそのうちの一行という位置づけになっている。幅広い知識を身につけたエンジニア、いわゆるジェネラリストの養成を目的とし、入学後2年間は専攻を持たず、数学、物理、科学、生物、工学、経済などの広い分野を習得する。また、企業での研修にも重点が置かれている。 終了年限は3年であるが、研究も盛んであり、博士課程を持っており、研究者を志す学生は、博士課程へ進学することも可能である。創立は1829年。アルフォンズ・ラバレをオモトペクレスで知られる、物理学者のウジェーヌ・ペクレや、科学者の分子量測定のデュマ法で知られる、ジャンバティスト・デュマ、エミール・オリビエラにより設立。当初は、 パリサンクリューモンゴルフィエにあったが、1969年にパリ南西部近郊オードセーヌ県社とネマラに移転した。なお、多くの映像のコーデックやファイルフォーマットをサポートしていることで、現在世界中で広く使われているフリーのメディアプレイヤーである VLC メディアプレイヤーは、エコールセントラルパリの学生らによって開発されたものである。 フルマリス・デグランデス・エカル・ダッシュ・ L E イ O I N T ット・ファル技術系のグランゼ・コール。ありがとうございます。